初は10月5日の様子です。当時針は残り2つとなっていました。この部分も鋼材据え付けが残っていました。場内にはそれぞれの鋼材が搬入されていました。次は10月8日の様子です。この日は下り線ホームより人工地盤を取ってみました。臨時特急さわら秋祭り号が通過。 場内の鋼材に変化はありませんでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。